はい、どうも、寺子屋さんに、寺子さんでございます。今回はですね、Excel をやっていこうかなと思っておりまして、今回はですね、バーコードのですね、資料を作っていきましょうというところでやっていこうと思っております。例えば、小売りとかをやっていたり、物品や設備のですね、管理をするときにですね、このバーコードで管理するとですね、すごいね、やりやすかったりとかするんですよね。例えば、小売りとかだと、賞味期限というものがあったりとかするじゃないですか。で、賞味期限が、ですね、切れたら、廃棄処理しなきゃいけませんよねって言ったときに、廃棄したいやつだけですね、バーコードでピッて、やってですね、で、廃棄水入れてですね、すぐデータ化したいっていう時ってあると思うんですよ。その時はですね、このバーコードをですね、入れ方を覚えてしまえばですね、すごいね、はかどっていきますので、覚えておくといいのではないでしょうかというところです。では実際にやっていきましょう。ドン。適当にね、表を作りますよ、と。いうところですね。はい。そしたら、管理番号ですよね。で、管理バーコード。で、適当に打ってください。で、それ以降はですね、好きなような形で打ってください。商品名なのか、設備名なのかわかりませんけどもね。それでは、価格。ものによっては原価償却とかしてるものとかあったりとかしますもんね。いろいろ、さっきのやつをそのまま作るんであれば、廃棄数で、廃棄金額というような形ですね、作っていけば OK です。で、じゃあバーコードってどうやって表すのって話なんですけども、基本的にですね、このフォントです。で、このフォントなんですけども、このフォントの中に入っていない場合っていうのが結構、あるんですよね。その時に、フォント名を Google で検索して、無料でダウンロードできますので、そのフォント名をですね、Google で検索してインストールしていただきたいなと思っております。で、ちなみに私のやつにはですね、バーコードのやつがもう入っておりまして、コード39というものなんですね。どこには入ってるかなというところで。結構ね、探すのめんどくさいんですけども、コード3、あ、やべ。コード39、これですね。コード39というものがあって、これをですね、この管理バーコードのところに入れてほしいんですね。で、かつですね、ここにですね、管理番号。適当に A1 としましょうか。A の1。要は、ここの管理番、あ、A の2ですね。ごめんなさい。A の2って入れて、ここに番号が入ったらそれをバーコード化しますよ。っていうふうにですね、数式を書いてほしいんですよね。はい。これ別に入れなくても、普通にですね、このバーコードっぽいのが入ってるんですね。例えば、12345678910で、入れると、こういうふうにですね、バーコードが作られますよってところです。で、覚えてほしいのがこのフォント名です。コード39。ね。というものを Google で検索していただいて、ダウンロードしていただきます。で、ダウンロードした上で、右クリックしてもらってインストールみたいな形にしてもらえれば勝手に入っていきますよという形になります。もうこれだけね、知ってもらえればあとはいいのかなと思います。で、これ普通にね、市販のExcel に使えるスキャナーっていうのがあるんですよね。バーコード。いわゆるスーパーとかコンビニとかでピッてやるやつあるんですけども、あれでピッてやってもらって、エクセルと同期してもらえれば、ピッてやると、ここに番号が出て、管理番号が出て、で、商品名全部、その VLOOKUP 関数で、表示させることができますよと。これね、覚えとくと、すごいね、実
自社製品とか自分のその資産ですよね、固定資産とかっていうものを管理することができますよと、流動資産とかね、すごいね便利なので、ぜひね覚えて書いていただきたいなと思います。はい、適当に番号入れるとこうやってずらーってね生じされますよと。これ本当にね、あのバーコード変わってんのかって話なんですけども、よーくじっくり見るとですね、結構ね変わってるんですよね。はい、目には見えないでしょうけども、はい、そのアルゴリズムみたいなのでですね、表示されるようになってます。で、必ずそのバーコードの幅を合わせたいんであれば、文字数もちゃんと合わせてくださいねっていうところになります。文字数じゃね、あの 数値をですね合わせてもらえれば、バーコードのあれも合えますので、それをですね、ぜひね意識していただければなと思います。で、ピッてやるとこの管理番号が出てきて、これは連携されてますよね、数式で。この A2 にこの数字が入ったらこのバーコードを表しますよと。で、やってもらうのはこのセルのところのフォントを全部コード39にしてもらうと。で、普通にこう表みたいのを作っていくと。ね。例えば廃棄数が2、自動化したいんであればこの廃棄金額のところに、まあ、関数入れていきましょうねっていうところです。で、掛け算のですね関数はプロダクト関数でございます。で、ここの200と2とここをねピーってやってもらうと、ね、計算してもらいますよと。それをですね、まあその平均どれぐらいの処理をするのかっていうのを、まあ、計算してもらって、適当にですね、合計を出すっていう、ことをしてもらえればと思います。はい、で、これもですね、関数でサム関数とかに、してもらえれば、よいしょ、ここからここまでのやつを計算しますよってやってくれば出てきますよね。で、これ横スライドにしてもらえれば勝手に金額の方も合計してくれますよねっていう風になりますね。はい、まあ、そういったものをですね、やってもらえればもうすぐにですね、表が作れますよというものになります。はい、まあ、これをですね、ぜひ覚えていただければ、業務効率っていうもの、そして資産管理、商品管理っていうものはすごいしやすくなりますので、このバーコードのですね、Excel の表の作り方、ぜひね、ご活用していただければなと思います。この動画がためになったという方は、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。